ある男の恋文書式岡本かの子。お別れしてから、あのタバコ屋の角のポストのところまで、無我夢中で私が走ったのをご存知ですかあれはあなたにお別れしたくない心が、一種の反動作用を私の行為の上に表しましたの。それから私、走りながらも、 夢中の夢のように考えましたことは、私がもしちょっとでも振り返ったら、私はまたあなたの方へ、いえ、ついにあなたへ走り帰って、永遠にあなたから離れられない、あの月夜の月の雫が太く一本下界に落ちて、そのまま止まったように真新しく白く小肌を輝かした電柱の下に、 しょんぼりと私を見送って立っていらっしゃったであろうあなたのおそばからそれから私は夢中で走りながらまだ心の中ではっきり意識したことがありましたのそれはあなたが私の走る後ろ姿を見送る目にこれはまた同じ月の雫でも実にそれを細やかにあなたの目に添付したようなあなたのお涙が それがあなたの特徴である幅広の二重まぶたのところへ溢れ出てしまわないうち、つまりそのお涙をたたえたままのあなたのお目によって、昨夜のお別れの最後の中から亡くなる私の姿を完全に見守っていただきたいという意欲をあの夢中で走る私の胸にはっきりと私意識していましたの。 そのくせどうでしょう、私、一き切ってポストまでたどり着き、赤塗りの少しはげて傾きつつあった、あの裏町の煙草屋の角の、じいさんのような猛獄したポストの頭を捕まえるや否や、その手満身の重心を集めて、体を支えながら、すぐにあなたの方を。月の雫が、太く、下界に直立したような、 電柱の方を見返しましまたそしてその時完全にあなたは私の視界にいらっしゃらないその時失望と安心が同時に私にやってまいりましたのはなぜかといえばそれはあなたが私をあの昨夜の明け高校とした月光の中をある単純のようで複雑でありそして恋の皮肉な心理状態にもてあそばれた な行行為をありのままに行い終わった私をポストの際まで見送るが否やそれは私があなたを振り返るとほとんど同時にあの電柱から実に巧妙に恋人との別れのシーンに進退することの機微を遺憾なく成し終わらせられたという簡単に値する安心でありましたがやっぱり飽き足りないには飽き足りないやっぱりあなたが いつまでもあの月の雫の直立である電柱の下で、いつまでもいつまでも、私がポストの角から塔に曲がってしまった後のいつまでも、あなたから走り去った私の背後の帯の輪の揺れ、着物の裾が翻って月光にどんな繁殖を見せたかということまでがあなたに幻影となってしまってからでも、あの電柱の下に立ち止まって、 私に名残を惜しんでくださるあなたの存在を見たかった。私の失望というのはそれですの。でも、何と言っても昨夜は嬉しい夜でした。黙って、黙っているために、かえって二人とも切ない歓喜の哀愁が深く胸を閉じたのでございますね。月の前では、全く人間界の情熱など、欲しいままにしては済まないような、 霊言な感じに打たれますのねまして恋する身には <coughs> まだ以上このラブレターの続きはあるのですがもはや書き続ける根気もありませんなぜならこのラブレターは筆者が自分の熱情を持って恋人にでも送ったろうと思われたら大変な違いのものなのですからこれはある女が ある男からら恋愛を強いられて拒絶した。するとその男性から「せめてこのようなラブレターでも時折は書き送ってください。小生はもっかあまりに寂しい境遇にいる。」と強要せられた時その同風の中にこのラブレターの文版が入れてありました。言うまでもなくそれゆえ以上のラブレター文版はその男性がご苦労様にも そのある女に自分から書いて示したものであります。ユーモラスな哀愁を感じながら私がそれを読んでいますとはたからそれをもらった女性が「冗談ではありませんわ私にそんな暇がありますか」と膨れておりましたがそれでもやはりその女性にも膨れるそばから後編につい現れる微笑がありました。昭和2年5月